ちゃん、アドベンチャーワールドへご来園いただきまして本当にありがとうございます。それでは早速皆様の前に友人近くまでご挨拶を伺います。早速遊びになると言うばかり私の腕の中で影響を覚えておりますけれども、皆さんに布団を持てましょう。昨年8月10日に誕生しまして元気にすくすく成長中の、ジャパンで有品ですけれども、昨日でちょうど生後半年を迎えました。お母さんパンダ4人からの愛情をたくさん受け、そして皆様に温かく見守られてこんなにも元気いっぱいです。それではこちらにちなみに今朝の体重ですけれどもこちらです。11キロを超えまして 11,440g でした。生まれた時の体重は赤ちゃんの思春期もありますとおり片手の手を取ってしまうような大きさ 167g。 それを思いますと果たしてこんなにも大きく成長したというわけです。そして生後5ヶ月を過ぎた頃からはこちらのフラフラも雪にも上手に登れるようになりまして、でこの後を公開している間にも上手に木登りをする姿をご覧いただけるかと思います。またさらにお母さんパンダアップが登場しまして親子でも公開となりますので、親子仲良く自分の姿も皆さんどうぞご期待ください。ジャンプ系はそんなドラマのためにいらしているものなんですけど、自由にまだ食べられはしませんが、こんな風に興味津々です。竹で遊んでいる姿もご覧いただけるかと思います。それでは本日大変大勢のお客様にお集まりいただいておりますので、早速お母さんパンダラウフィンをこちらの運動場に呼びたいと思います。それではこの後もどうぞ皆様アドベンチャーワールドで素敵な一日をお過ごしください。ありがとうございました。